ティールはインド海軍の練習艦。インド海軍初の新造練習艦である。2番艦は1986年5月に発注されたが、間もなくキャンセルされたため、同系艦はない。ムンバイのマザゴン造船所で建造され、1983年4月15日、浸水、1986年2月12日、収益した。 1> 第1練習艦隊に配属されており、母校はこちである。2016年まで現役に留まる予定である。インド海軍の同盟の艦としては、元イギリス海軍のリバー級フリゲートであるティールが存在した。船隊は商船企画とされた。最大120名の士官候補生と20名の訓練教官が乗船可能である。兵装は全艦艦に1機装備する。 母ホース60口径 40mm 連装機関砲マーク5のみで本格的な兵装はない。船体後部はヘリ乾板となっている。デッカ衝突回避用、レーダー警報装置と衛星広報システムを装備している。2011年2月5日の夕方、ラクシャディープ諸島のスーリーパー干渉の製法で訓練中だったティールはムンバイの海上救助調整センターから ティールの西側の海域でのソマリア沖の海賊の活動の情報を受け、ハイジャックされ、海賊母船として使用されているタイのトロール漁船、プラントリ11の追跡を開始した。その後、インド沿岸警備隊のサマル級巡視船サマールが加わった。ティールは臨権のため、プラントリ11へ停戦命令を出したが、海賊が発砲したため反撃した。 降伏までに海賊3名が負傷し、最終的に28名が逮捕された。トロール漁船の乗組員24名は無事、救出された。ありがとうございます。